使命です。だから責任感が強いし、仕事はきっちりやることです。もちろん信頼してます。私も岩手に来たばかりの時は彼と随分やり合いましてね。わかりました。元は警察署にいたんですよ。東京から福島岩城とあなたの出会いがそれなりにさすらってきましたからね。そうですか。困った時はいつでも力になります。